トム・ソーヤーの冒険12素人療法と猫なぜトムがあの人知れぬ心の悩みを次第に忘れていくようになったかというとそれはここに一つ別な新しい問題が降って湧いてきたからであるベッキー・サッチャーが学校へ来なくなったのだトムは数日自尊心と戦ってから ベッキーなどは捨ててしまおうと思ったがダメだった夜になるとベッキーのうちの周りをうろつき回ったがなんだかひどく惨めな気持ちがしたベッキーは病気だった、はああベッキーが死んでしまったらどうしよう考えると気が狂いそうだったトムはもう戦争ごっこに興味もなく海賊ごっこさえも ちっっとも面白くなかった。生きる楽しみがなくなってしまったただあとに残ったのは寂しさだけだったトムは輪回しを放り出しバットも投げ出してしまったそんなものはもうちっとも面白くなくなってしまったのだおばさんは心配したそしてトムにいろいろな療法を試み始めた ポリーおばさんという人は新発明の健康増進法とか出来たての新薬とか言うとすぐに夢中になるたちだったこういうことにかけては実に熱心な実験者だった何かこの方面に新機軸でも現れたとなるとすぐに夢中になってそれをやってみるけれどもそれを自分に試みるということはなかった というのは、おばさんは決して病気になった試しがないからだそれで代わりに手近にいる人が実験台にされることになるおばさんはいろんな健康雑誌やインチキ・骨相学雑誌の定期購読者だったそしておばさんにとってはこういう種類のものにあふれているあの馬鹿らしさが大事なのだった 換気法はどうしたらいいか寝床につくにはどうしたらいいか起きる時はどうしたらいいか何を食べ何を飲んだらいいか運動はどの程度にしたらいいかどんな気分でいたらいいかどんな服を着たらいいかこうした種類のたわごとはおばさんにとって神の御言葉だった。 今月の健康雑誌に書かれている記事は前月号に推薦された記事とは反対だということにはまるで気づかない様子であるおばさんは大層単純な真っ正直な人だったのですぐに騙されたのだおばさんはインチキ雑誌をそろえインチキ役を集めいわば死をもって武装し青白き馬にまたがって 地獄を引き連れてて駆け回っていたのである。けれどもおばさんは自分は悩める隣人たちにとっての姿を変えた治療の天使でありギリアドの香油であると固く信じていた水療法がその時の流行りだったトムのブラブラ病気はおばさんにとってもっけの幸いだった 毎朝トムは日向へ連れ出され滝木小屋に連れて行かれて冷たい水を嫌というほど浴びせかけられそれからタオルでむやみやたらにゴシゴシこすられるそこで息を吹き返すそれから濡れた毛布でくるまれさらに毛布を何枚もかけられ魂が洗い清められるまで汗を流させられる。 それはトムの言葉を借りれば毛穴から黄色い染みが噴き出すのだそうである何度かこの療法は続けられたがトムはますます憂鬱になり青くなり元気がなくなるばかりだったそれでおばさんはその上温浴座浴乾水浴全身浴というような療法を加えてきた。 トムは前と変わらず霊柩車のように憂鬱だったそこで今度はオートミールの薄がゆの食事療法発泡口も加え始めたおばさんは水差しでも測るようにトムの容量を計算して毎日毎日その中へあらゆるインチキ万能薬を詰め込んだのであるこう新手を加えて攻め立てられると トムはどうともなれと考えるようになっていったこのトムの新しい事態におばさんは大いに驚いた何としてもこの無関心は打ち砕かねばならないちょうどその頃おばさんは初めて新しい鎮痛剤の話を聞いたそれで一度に大量に注文した自分でその味を試してみて おばさんはすっかり感謝に満ちあふれたつまりそれは火を液体にしたようなものだおばさんは水療法やそのほかこれまで試みたすべての療法をやめ鎮痛剤1本に凝り固まったそしてトムに茶さじ1杯飲ませるとその効き目を一心不乱に見守ったおばさんの心配は たちちまち消滅し心はまた平和を取り戻したトムの無関心は消え去ったもし仮におばさんに火あぶりにされてもこんなにも荒々しい元気いっぱいの態度は表さなかったに違いないトムはもう目を覚ます時が来たと思ったこういう生き方は今までのような元気のない状態の時は ロマンチックでいいかもしれないがそれにしてはひどく趣がなくなってきたしその上バカに気がいじみたことが多すぎたそこで何とか抜け出す方法はないものかといろいろ考えた末あの鎮痛剤が好きになったと進んで言い出そうと思いついたそこであまりたびたび催促するのでおばさんはとうとううるさくなって 自分で勝手にお飲みあまり手数をかけるのはやめてくれというようになったもしこれがシッドだったらおばさんは何も気にかけることもなく心から喜んだだろうしかしトムのことだからとひそかに薬瓶に注意を怠らなかった薬はちゃんと減っていったがさすがのおばさんも トムが今の床板の割れ目に治療を施しているのだとは少しも気がつかなかった。ある日、トムが床の割れ目に例の薬をやっていると、おばさんの黄色い猫がやってきて、ゴロゴロ喉を鳴らし、いかにも欲しくてたまらないようにサジを眺め、ちょっと舐めさせてもらいたいという様子をした。トムは言った。 本当に欲しいんじゃなきゃ飲みたがるもんじゃないよピーターしかしピーターは本当に欲しそうな様子をした「本当かい?」「本当ですよ」とピーターは言っているらしい「よしお前が欲しがるんならやるとしようもう俺の知ったこっちゃないぜなめてみて嫌だとわかったってお前が悪かったんだぜ人のせいにしてもダメだぜピーターは承知した そこでトムはピーターの口をこじ開けて鎮痛剤を流し込んだピーターはニヤードばかり空中に飛び上がった時の声を上げ部屋中ぐるぐる駆け回った家具にぶつかったり植木鉢をひっくり返したりしてそこら中荒らし回った今度は後ろ足でひょいと立ち 夢中になって喜びながら跳ね回った首をそらして泣きわめく声はこの上もないうれしさを表していたとまた部屋の中をものすごい勢いで走り回りめちゃめちゃにひっかき回しあたるを幸い皆ぶち壊したポリーおばさんが駆け込んできた時は続けざまにトンボ帰りを打ち 最後の万歳を叫んで開いていた窓からまだ残っていた植木鉢を足に引っ掛けて飛び出していくところだったおばさんはあっけにとられて棒立ちになってガネ越しに目を見張ったトムは床に転がって腹を抱えて笑っていた「トム一体あの猫どうしたんだい?」「僕知らないよおばさん。 とトムははあ、はあ息を弾ませながらやっと答えたまあ私あんなの見たことがないよなんだってあんなことやりだしたんだ本当に僕知らないよおばさん猫気が向きゃいつだってああなんだよへえそうそうかねその調子にトムはちょっとハッとした そうさおばさん僕はそうだと本当に信じてるよ信じてるうんおばさんはかがみ込んだトムは心配で胸をドキドキさせながら見つめていたがおばさんの考えが分かった時は時すでに遅かった信頼の影から茶さじの絵がこれ見よがしに顔をのぞかせていた リーおばさんはそれをを取り上げ、かざしててみた。た。トムはは縮み上がって目を伏せたおばさんはいつもつまみ慣れたトムのハンドルつまり耳を持ち上げると指ぬきをはめた手で強く頭をこづいた「さあ何でお前あの口も聞けないけだものにあんなひどいことする気になったのかい」さあわけを言いなさい。 かわいそうだからやったんだよだってあいつにはおばさんはいないもんおばさんがいないバカだねお前それとこのこととどういう関係があるうんとあるさもしあいつにおばさんがあればだよおばさんが自分であいつに火をやれるもんまるで人間じゃないみたいに腹綿を焼いてやれるだろ急にポリーおばさんは後悔の気持ちに襲われた こう言われると事情がまるっきり違ってきたように思われた猫にも残酷なことは人間の子にも残酷なことかもしれぬおばさんは心が和らぎ始めふとトムがかわいそうになってきた彼女は少し目に涙をにじませてトムの頭に手を置くと優しく言って お前に一番いいことしてやったつもりだったんだよトム。ねえトムやあれでお前治ったんだよ。トムは真面目な顔つきのうちにちらりとおかしそうな色を浮かべておばさんを見上げた。僕だっておばさんが一番いいことしてくれたの知ってるよおばさん。だから僕だってピーターにしてやったんだ。ピーターにだってよく聞いたんだよおばさん。僕は、 あいつがあんなに元気に走り回るの見たことないぜえー、やめとくれよトムまた怒りたくなるじゃないかお前がいい子になれるかどうか一度だけでもいいからやってごらんそうすりゃもう薬はいらないからねトムは学校の始まる前に学校へ着いたみんなはこの不思議な出来事が近頃 毎日ののようにに起こるのに気がいいていた「今日もいつものように早く来て友達とも遊ばず校門の辺りでブラブラしていた」「トムは病気だと言っていたがなるほどそんな風にも見えた」「そして実際は道の方ばかり気にしているのに他のところばかり見ているようなふりをした」とやがてジェフ・サッチャーが現れた。 トムは、ああと息をつき、その顔は明るくなった。そしてじっとジェフを見つめたが、すぐ悲しげに脇を向いた。ジェフはそばまで来ると、トムは話しかけ、いろいろと考えて、ベッキーのことをしゃべらせようとカマをかけてみるが、このそそっかしやは、ちっともトムの誘いには気がつかなかった。トムは、 いつまででも見張りを続けるそしてひらひらする女の子の服が見えるたびに今度こそベッキーかもしれないと思うのだったけれどもそれがベッキーでないとわかるとその子を憎んだとうとうもう女の子の服は現れなくなったトムはがっかりして誰もいない教室に入ってゆくと腰を下ろして悲しんだ するとひらひらする女の子の服がさっと門を入ってくるのが見えたトムの心は弾んだトムはパッと外へ飛び出すとインディアンのように突進した叫び声を上げたり笑ったり子供たちを追い回したり生命の危険を冒して高い垣根を飛び越えトンボ帰りを打ったり逆立ちしたり。 思いつく限りのあらゆる英雄らしい振る舞いをしその間絶えず横目でベッキー・サッチャーが見ているかどうかを伺っていただがベッキーは少しもそんなことには気がつかないようだったし振り向きもしなかったトムがここにいるのを気がつかないなんてそんなことがあるだろうかそこでさらにそばへ寄ってやってみた ときの声をあげながらぐるぐるまわったりともだちのぼうしをひっさらって校舎の屋根の上に放り上げたり少年たちの間を突っ切ってみんなを四方八方へけちらしまるで自分はベッキーをつき倒しそうにしてその鼻先へつんのめったするとベッキーはつんとしてそっぽを向いたそしてつぎのような言葉がトムに聞こえてきた 誰かさんてば見せびらかしてあれで自分じゃすてきだと思っているんだわトムは真っ赤になった。水繕いを整えるとすっかり打ちしおれうなだれてこそこそと逃げ出した。